エミール・ゲルディ・エミール・ゲルディは、スイス生まれ、ブラジルで働いた、博物学者、動物学者である。息子に、ブラジルの有名な版画家、オズワールド・ゴエルジがある。スイスのザンクトガ練習で生まれた。イエナ大学で、エルンスト・ヘッケルに、動物学を学ぶと1884年に、ブラジル国立博物館の創立者、ラディスラウで、サウザメローネ島の招きを受け、 1885年にブラジルに渡り国立博物館で働いた。1890年に博物館の主要な講演者のブラジル皇帝、ペドロ2世がクーデターにより廃位されるとゲルディは解雇された。パラー州の知事から1866年にドミンゴス・ソアレス・フェレーラ・ペンナが設立したパラーの自然史。 民族学博物館の再建のために招かれ、1894年にベレンに移った。ゲルディは外国人の研究者を博物館で働いてもらうことによって、博物館を発展させた。博物館で働いた学者には、植物学者のジャック・ユーベル、動物学者のエミーリエス・ネトラーゲ、地質学者のフリードリヒ・カザー、アレクサンドル・カール・フォン・クロッツ・コシュラや 昆虫学者のアドルフォ・ディュッケなどがいる。1902年に、博物館は、ゲルディの功績を称えて、ムセウ・パラエンセエミリオ・ゲルディと解明された。1905年に健康上の理由で職を辞し、スイスに帰国すると、ベルンで没した。エミリオ・ゴエルジ・パラー博物館の館長は、ヒューバーやスネトラーゲ、デュッケによって引き継がれた。多くのブラジルの動植物に、 ゲルディの名前が、懸命されている。例えば、ゲルディモンギーやアリドリカのゲルディアントバードマーマシザ、ゲルディがある。ゲルディは、植物の学名で命名者を示す場合に、エミール・ゲルディを示すのに使われる。デビッド・トーマス・オア・オールド・フィールド・トーマス。ありがとうございます。